はい。佐藤式リンパケア公案者の佐藤です。今日はですね、耳の裏のテープでリフトアップというものなんですけども、前回ね、テーピングのテープを使ってやった動画がですね、すごい伸びまして50万再生いきました。ありがとうございます。今回はもうちょっと簡単にね、前回使ったテープが伸縮性のあるテープだったんで、テーピングテープだったんですけども、今回は一般的な薬局で売っている日版のサージカルテープって言われるものなんです。何でもいいんです。プラスチックのもの でででででも紙でもも紙いいいいんですけど何でもいいのでこれを使ってリフトアッププラスアルファですね。これ痛みにもいいんですよ。リフトアップだけじゃなく。とりあえずリフトアップですね。健康の方にフォーカスしていきたいと思いますのでやっていきたいと思います。このテープ取り出してもらってでて、これを開けてもらって、めちゃくちゃ簡単です。ある程度どうだろうな。1.5センチ、2センチぐらいかな。1円玉ぐらいの大きさだと思います。2センチってね、結構。 長いんですよこれでバッテンを作ります細く切って2ミリか2.5ミリかぐらいのところでバッテンを作りますっ切った手って1回使われるこれでバッテンを作るってことですねこんな感じですこういう,うに切って、はい切ってバッテン作っちゃいますあれよりもすごくこちらの方が簡単なのでこちらの方がおすすめですそしてこれをここの A 風というところにピッと貼るだけですこんな感じです これだと見,に,見えにくいのでね。あの、すごくいいかなて。こんな感じです。A 風ってところです。耳の裏のここのくぼみにピタッと貼れます。大体でいいんですよ、こんなのは。性格じゃなくていいんです。これだけでもう口角上がってきてますよね。これだけで顔も上が,る効果が上がります。顔もキュゅってなって、肌の張り持ちが。手をくるくるくるっと回すと、こう、軽さが違うんですね。 肩まで軽くなりますくる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 これでくるくるくるって回していくとどん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 上がっていきますはいこれだけですこれだけ本当にこれだけで鎖骨触ってくるくるって回すとどん,どん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 こっちが上がっていきますので僕は分かりやすいんですね なんでかっていうと、認知ができているからなんですよ。実際に一回やってもらって、上がったっていう認知ができると、あとはいくら疑っても上がってきます。えー、最初から、猜疑心で疑ってしまうと効果はありません。ところが、どうかなと思う、好奇心で疑う分は、すごく疑っていただいても大丈夫です。好奇心を持って、えー、え、そんなのと思いながら、疑ってやってみてください。そんなダメに決まってるって言って、疑ってやっても効果はないんですけども、 これで好奇心を持ってやっていただくとどん,どん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 とこう動かせば動かすほど上がってきますこれも半分ずつやってください半分ずつやることによって効果がわかるんですね触った感じも全然ブヨブヨ感が違ってきます口の中も広くなった感じがします肌の張り全然違いますからブヨンブヨンブヨンって感じなんですこっち パンパンパンって感じになって、えー、本当に首も長くなった感じが自分でも感じますこちらの方が温かくなると温かくなった感じを感じてくださいこれまだ続きがあってですねこれだけでも十分効果がありますこの状態でどこでもいいのでバッテンを作っては痛いところに貼っていただけばいいんです 効果,あるん効果がありますどっか痛いところとか痛いところがない人もツボに貼っていただければこう押して痛いところありますよね押していたいところに何だったら服の上からでもいいんですよ服の,服の上からでもいいんです<ー>今の場合はこういうね鎖骨の一番根元とかにピッと貼ってあげて痛いところだといっぱい貼っていただくとまあこんな感じでくるくるクルってやってあげると強さ乳突菌起死停止になります 貼る場所は顔だけじゃなくってどんどんバッテンを作ってそこら中に貼ってしまうっていう方法もあるんですけどとにかく痛いところとか筋肉の起死停止って言われるところなんですけどもここのなんか顔が歪んできましたね <laughs> だん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 上,上がりすぎてちょっと気持ちが悪い状態でここの強さ乳液付きこれは別に寝る時にやっていただいてもいいんですけどもこういうふうに貼っていただくとこれだけで首のこう動かすとめちゃくちゃ軽くなるんですね。 岐阜さん,んですの入札筋が緩んできますので起死停止っていって筋肉の端と端にありますその端のところに張っていただくと微弱刺激が加わるんですけどもこれなぜかっていう話なんですけどもこちらの方に画像がありますけども青技に張っていただくと張った状態でこうバッテンじゃないですかバッテンがまあこう,こういう感じですバッテンが揺らされるとこうやって動くわけですよ。 皮膚がちょっとずつこうやってて、ここを中心としてこうやっててピコピコピコってこう動くわけですね。そうすると、そこの皮膚がずれるわけですよ。皮膚の表面がずれると、神秘の中に毛細ンパ管という排水口があります。 その、老廃物の出口の老廃物の入り,入り,入り,入り口、ですね老廃物が入ってく、毛細血管から出た間質液っていう、要するに結晶成分ですね、赤血球以外の体液が細胞に酸素と栄養素を送り込んで、今度は細胞の中で、 その酸素と栄養素が分解されて老廃物を出します。老廃物を出したもののうちの分子量の大きいもの、白血球とか血小板とかっていう、あとタンパク質コロイドって言われるもの、毛細、リンパ管からのみ吸収されます。で、水分は 毛細血管に吸収されますので、余分な水分は毛細血管に入っていく。それがこう動くと、さっきの赤血球ね、青技の時の赤血球が、普通はですね、周りの圧力が高くなってる。打って炎症が起こってるところだと青技になってるとこ、赤血球が高いとかされると、こう、まず青技になります。青技っていうのは二酸化炭素がない状態の赤血球です。それが、普通はそこの内圧が高まるって言って圧力が高まっちゃうから、毛細リンパ管は閉じてしまうんです そうすると周りから吸収されるので青あざっていうのは周りにわーっと広がっていくんですよ本当は広がっていく時に分解されますからビリルビンという黄色いあザになります青いあザの周りに黄色いあザができてだん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 周りに流れてって吸収されるっていうのは普通なんですけどもこういうテープを貼るとそこのリンパが流れるそこに バッテンを中心としたところで、毛細リンパ管が開くことによって、中にザーッと流れていくので、広がらないんです。広がらずに、青色がそのまんま黄色になって、青色の赤血球も全部老廃物として、毛細リンパ管の風にザーッと入って、 入っていくことによって浸透圧っていうんですけどもコロイドというタンパク質も薄くなりますから血管から水分っていうのは出たり入ったりがしやすくなりますそうするとそこのフロー流れが良くなるんですね実はリンパ管が余分な水分を排泄するっていうのは嘘で余分な水分は血管側に吸収されます血管側に吸収されて余分な濃いコロイドとかコロイドっていうのはタンパク質の 分子と、が水を吸った、ブヨブヨした、大きい。大きいって言ってもめちゃめちゃちっちゃいんですよ。大きいって言っても本当に白血球と同じぐらい、20マイクロとか10マイクロとかもっと1マイクロとかっていうコロイド自体が、毛細リンパ管に吸収されることによって、ザーッと流れるので、張ったとこのリンパは流れます。流れることによって、実はそこの部分の筋肉っていうのは緩み始めるという感じになりますから、こういう風に顔も上がるし、首も、首の長さも本当に 長く見えるんです。こっちに首傾けてるだけでしょって必ず言われるんですけども、傾いちゃうんです。こっち収縮してるとこっちが拡張しますから。っていう感じで、とにかく痛いところがあったら直接どんどん張ってください。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、えー、感想やご意見などありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。それからですね、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。